風寺のですねがこちらの木なんだそうです。あ、これですね、こちらの木。もうなんかだいぶ弱ってる気がするけども、葉は生えてるのかな。撫でると自分で悪いとこを撫でてからですね、私だ頭とお腹が悪いんで、お腹とお腹が悪くて菌を撫でてみようというものらしい。まあとにかくお腹がね、お腹と頭とダメですか。一生懸命なってた。ああ、なるほど。昭和の後にできたものなんですね。この岩風寺のさ、聞きそう。多分聞いてきたと思う。そうですね。なんかあるんでしょうね。なんか。